昔の塩街道をルートマップ石が敷かれた昔の塩、街道塩街道は、ドイツ観光街道の一つで、リューネブルクとリューベックを結ぶ昔の商業路である。ドイツ語の直訳では、昔の塩街道である。リューベックの古い塩倉庫半座同盟の時代、リューネブルクの岩塩はその大半が、北海の水産加工業で、ニシンの塩漬けの材料として、北方ドイツに輸出されていた。 その使用石出港がリューベックで、この町がハンザ同盟の首都にしてバルト海沿岸の最も重要な商業港でもあった。今日でも当時使われていた塩倉庫が残されているが、そこに積み出しまで塩は保管されたのである。この塩街道がその塩の輸送のために使われたルートである。1396年シュテックニッツ運河の開通で輸送は に車から、イルメナウ川、エルベ川、そしてこの運河を通って、トラベ川という水路が使用されるようになった。今日では、塩街道というと、リューネーブルクとラウエンブルク、エルベトンの間の国道209号とリューベックから、ラッツェンブルク港を経て、フレデブルク、メルンというラウエンブルク方向のルートに、ほぼ相当する。塩街道は、自然公園、ラウエンブルク湖エリアの中を横切って通っている。 ありがとうございます。